こんにちは、孤独のライダーです。今日は仕事で岩手県南に向かっております。仕事って言っても頭の中は昼飯のことでいっぱいなんだけどね。今日こそはって思ってる店があるんだ。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。仕事も終わったのでお目当ての食堂の近くをぶらりと散策してみようと思います。やっほー、やってたね。いい感じの床、古ぼけた自販機、枠に入ったポスター、感謝の気持ち、シンプルなメニュー。今日は中華そばの大盛りです。うわー、このスープうめえな。厨房では年季の入ったおばあちゃんがいる。長年の技の結晶だなこりゃ。ほら、いろんなところ歩ったけどばあちゃんの技には負けるよな。腕組みしたくらいのこだわり親父よりもばあちゃんの方がすげえよ。決してドヤ顔することもないしね。ばあちゃんの技に脱帽です。今日は帽子かぶってないけどね。技と言ったらさっき言った南部鉄器の工場はすごいよ。僕もいろいろ南部鉄器製のもの持ってるけど最高だよね。まずね、肉焼くしたらあれにかなうものはない。この前クリスマスだったでしょ。だからね、母ちゃんがスーパーでロースチキン買ってきたんだ。せっかくのチキンだから美味しく食べようと思ってね、いろいろと考えたよ。そしたら僕が持っているグリルの中に入れれるやつを思いついたんだ。
早速焼いてみましたよ。そしたらね、皮がパリッパリなんだ。スーパーの安いロースチキンが格上げされたね。南部鉄器の技、ここに極まれりって思ったよ。何百年も続く岩手の伝統工芸だからね、所有欲も満たしてくれるんだ。正直ね、あれ手間かかるの。でも手間かければかけるほど可愛くなるんだよね。使い込めば使い込むほどいい感じになってくるんだ。わかるかな、わかんねえだろうな。今年はホットサンド焼くやつを新たに新調しました。これでもかっていうくらい使い込みました。どんなに使っても物は悪くなりません。使えば使うほど自分なりの焼き加減が身についてくるんだ。きっとここのお店のおばあちゃんもそうなんだろうな。ガス器具や調理器具の微妙な感じを身につけてるんだろうな。せっかく県南に来たので、またまたぶらりとします。